まずはどんなデザインにするか決めましょうか。シュシュって可愛いデザインがいっぱいあるよね。私スマホでいろいろ調べてきたんだ。ほら見て、シュシュの柄がいろいろあるのはもちろんだけど、リボンがついてたりウサ耳みたいになってるのもあるんだ。わあ、この写真のシュシュは高級感があって素敵だね。違う色の生地を組み合わせて作るのも可愛いですね。ええ、色だけでなく違う素材の生地を組み合わせてみてもいいと思います。まる、このビーズがついてるシュシュのデザイン好きずら。あー、全部欲しいよ。こうして調べてみるとどれも可愛くて迷っちゃいますね。あ、それならさ、ここをこうして形も違う感じに、飾りはここにつけて全体はこんな感じにしたら可愛いと思うんだよね。おお、ノートにシュシュのデザインが次々と。すごいじゃん。できた。こんな感じかな。形は丸いタイプ、ウサ耳タイプ、リボンタイプで3種類にして、別の色のサテンやオーガンジーの生地を重ねるの。シュシュの色はみんな違うのにして、ビーズとかチャームとかの飾りをつけたら可愛いと思う。というわけで、みんなの意見を全部詰め込んだデザインをシュシュッと考えてみました。シュシュだけに、なつって。わー、とても可愛いです。バラバラの意見だったのにこんなに綺麗にまとまるんだね。ちょっとずつデザインは違うけど、お揃い感があってライブの衣装みたいずら。はい、アイさんのデザインすっごくいいと思います。アイちゃん完璧だよ。私はこのデザインで賛成。私もです。ええ、これ以上のデザインはないと思います。じゃあざっくりのデザインはこんな感じで、全員分の細かいデザインを考えようか。うん、そうだね。渡す相手のイメージに合ったデザインにしたいよね。なんだかワクワクしてきたずらー。